Teen Japan presents Festival TV, and on the show tonight, Tokyo number one Soul Set. どうも皆さん、Teen TV ご覧の皆さん、どうも東京ナンバーワンソウルセットです。酒の勢いだと気づかずに靴の紐を直そうとしてテーブルのグラスを全部倒す。足なんかフラフラになっているので料理に芯だけついているよ。冷水への失踪はどうして正気のように見えるのか。ライ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 月の明かり夕暮れ乱れと黄昏太陽の光月の明かり夕暮れ乱れと黄昏。僕らはそもそもいつに生きるのか。そうでなければなぜ僕らは太陽が夕日に変わった途端目がくらむことなくはっきりと彼方の終わりが見れたのか。魅力をなくした光源は急におびき寄せ力を失え僕らを直ちに墜落させ墜落は人よりずっと自然で地面に叩きつけられることふわふわになって歩くことも昼の情熱よりずっと自然で自然が企む罠なのか。夜はもうじきやってくるのか。昼は夜を信じることなく夜は昼を信じることない。太陽の光月の明かり夕暮れに誰と黄昏。太陽の光月の明かり夕暮れに誰と黄昏。太陽の光月の明かり夕暮れに誰と黄昏。黄昏太陽の光月の明かり夕暮れに誰と黄昏。
と黄昏る太陽の光月の明かり誰と黄昏る太陽の光月の明かり崩れに誰と黄昏る太陽の光月の明かり崩れに誰と黄昏る太陽の光月の明かり夕暮れ。
久しぶりじゃないですか。そうですね。ご沙汰しております。Yes! Tokyo No Broad Soul Set! どうもよろしくお願いします。お願いします。しかも今日、なんと雨降ってないんですよね、うん、収録日、はい、なんか結構有名な話なんですよ、うん、3人が集まるとどうなるんですか。いや割と雨です。雨ですね。夜音とかでやってた時も ね雨降ったりとか、一回は台風で中止になっちゃったりとか、うん、でも今日本当気持ちよくて、うん、よかったです。それもあれじゃないですか、勢いが持ってる。全部持ってる。じゃあ OK、 じゃあ晴れは僕のおかげでも雨、3人だけになると雨って、川上さん誰の責任ですか、誰だと思う。いや3人だったんですか。3人の責任。そうそう、ソロの日は別に3人揃うと不協和音が流れる。不協和音が流れてなるわけないじゃん。雲が発生する。わかんないですけど。でも今日もちろん今日出演ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で今までいろんなアーティストにこの番組に登場してもらったんですけど、はい、ここまでリハーサルが短いバンド初めてですよ。初めて。えそうなんですか。そうなんですよ。え川上さんどう感じる、うん、短い。短かったですよ、ね、あこんなこれもう本番なんだって思う。僕も思いました。普通はもうちょっと時間かけてるんですか、はい、もちろんライブの時はもっとかけてますけど、はい、いやなカメラとかに普通時間かかるので。あそうですよね。そうですね。なんかこうそれがもうちょっとこうとかってね、確かにもう揃ってたので、はい、誰かが忙しいとかそういうことじゃないですよね。全然ない。よし I knew I knew it で皆さんキャリアも長くてで、まあ、いろんなところでライブやってきたんじゃないですか。一番今まで強烈だったライブって、あのとんでもないライブとか、あの長いキャリアの中でそういうのってあるんですか。思い浮かぶ。とんでもないライブ。とんでもないって例えば会場なのか、あの状況なのか。でもそう、一番最初に京都のタクタクでやった時に、まあ、小さいライブハウスなので、もう本当に下なん水たまりみたいな、そうそう汗でびしゃびしゃになってて、うん、あれ本当にびっくりしました。うん、誰の汗だった。全員お客さんの汗。お客さんの汗でこうなんつうびしゃびしゃになって。それすごく。外は雨降ってなかった、ね、降ってなかったんですその日は。外は湿気がなくて、お店の人もびっくりしてた。えそういう時例えばさ、お客さんの汗で床がもうびちゃびちゃになっているのって、それを見た時にどうリアクションするんですか。なんか小さなガッツポーズなのか、いいライブだったっていう証拠なのか、なんか迷惑なのなんか、どう感じたんですか。初めて見るなっていう感じです。すごいな。なんだこれはって、どうしたんだろうっていう感じしかなかった。そうそう、よくあるのかなと思ったら、よくなかった。よくないですね。よくはない状況、うん、ちょっとなんで打ち水したぐらいな雰囲気ね。ね。うん。なんか僕も、まあ、皆さんとすごい付き合いが長くなって、でたまに僕自分のキャリアをねちょっと振り返ることあるんですけど、で気づくこともあって、うん、あやっぱ僕はこういう人なんだ、途中ではちょっと違う人と思ってたんだけど、でもやっぱ最終的に僕はこういう人なんだって感じることあるんですけど、3人としてはどうですか。例えばなんか振り返ってやっぱり自分たちはこういう人たちなんだって、1人でやるより3人の方が楽しいのか、やっぱ僕は頑固なんだとか、なんかどう感じることってある。僕最近思ったのは、僕ずっと、まあ、2人と出会って会社もやってたし店もやってたし、すごいしっかりしてるなと思ってたんですよ。でも一番しっかりしてないなっていうのが最近気づきました。えビッケさんどうですか。なんか いやそれに関してね、そういやしっかりしてないよってなかなか言えないと思うけど。いや言えるよね。いやどうですかね、まあ、何をもってしっかりしてるかしてないかっていうところあると思うんですよね、うん、ただそのとしみくんがいろんなねこうお店やったりとか、うん、こういろんなこうね他にもアパレルやったりとかなんかで、うん、とりあえず僕にはないそのまず行動力があるんですよね、うん、なんかやってみようとしてとりあえずこう実践してみるっていう、うん、で結果は知らんですけど僕割とこうちょっと躊躇するタイプなんですよ。割とこう計算してから難しいから今じゃないとか、もうちょっとこういう段取りになったらやりましょうとかなるけど、どうしても割と思ったらすぐ何かしらは始めるもん、ね、うん、始まっちゃう、おっぱじまる、ね、
ね、まあ、だからそこがなんだたまに軽く事故る時もある。事故る時もある。まあでも、まあそれも経験だなと思ってやってたんだけど、でも最近本当にあの日本語下手くそだなっていうか、あのちゃんと伝わってないんだなとか、やっぱ今まで川辺くんとかがちゃんと通訳してくれてたんだなとか、あのうまく表現ができないですよね。で最近気づいたんですよ。川辺さん どう感じますか。そうです。まあ。専属通訳としてあちこちで特にスタジオです。この音色の表現を言ってて全員がポカンとしてるところで僕がこういうことを彼は言いたいんですみたいな、そういう来日スタートム・クルーズの横にいる通訳のところでどこが一番難しいんですか。いや、マジで何言ってるかわからないけど、のまあ、追随をなすですね、まあ、こう連絡ありますよね。それに大丈夫ですとか了解って一言来た時には絶対了解してないし大丈夫じゃないっていうのは分かってます。あのとりあえずあの連絡事項に返事だけして連絡事項あんま見てないんですよ。であれはとかあれはどうしたこれはどうしたっていう。で今日まあ変な話ですけどね、今日ここはまああれしてもいいんですけど、今日の話もですね、今日はこうあのこう2セットやる、はい、曲を先にリストこう出して、で僕がこうちょっとピックアップして2人に、じゃあ振り上げといてあとはよろしくって言うと、俺さもう続けてやんだよね全部ねとかって言ってるから、これ僕も書きましたし、そもそも送ってくれるマネージャーも書いてくれましたし、でも大丈夫ですって言ってましたから。俺もそういえば一回2セットやった終わった後にとしみさんはまた戻ってきて、でここでもう一回やるんですかって言ってたよね。言ってた言ってた。バンジーがそういう感じ。いやもうね、俺3人この関係大好きだ、大好き。だから東京ナンバーワン総選で、あの次回もねよろしくお願いします、はい、お願いします。 OK、 じゃあライブに戻りましょう。東京ナンバーワン総選。知らないうちに始まること気づかぬうちに迎えに行くよどこまでも依存的くらされない。わずかな世界首じるのなら、さよならさえも Attention please please わからぬ気づかぬサイズの奥にひっそり潜むやけににこり笑うないものねだりのその答えは記憶のあの頃気づかなかった小さな憎しみだった曲がりくねる道のオーライ沈みかけの西のソーライ小さな頃を見たあの輝き常に安堵する心の眺めたった一人の理解者を襲う惜しかったのはそれだけさ。静かな